こんにちはポーーーーールルマッカートニーワールドニワドュースです今日はジョニー・デップとポール・マッカートニーの友好関係を探るについてです。セレブリティの友情は大流行だ。二人の俳優やミュージシャンが一緒にレッドカーペットで写真を撮ったり、ステージで共演したりすると、決して退屈はしない。今年初めには、グラストンベリーでジョニー・デップがポール・マッカートニーのステージに参加する映像が流されました。しかしか このコラボレーションは、最近のヘッドラインイベントに続いて、辛辣な攻撃と論争に見舞われました。一時はハリウッドで最も才能があり、成功し、憧れの俳優であったにもかかわらず、デップは音楽、特にビートルズへの変わらぬ愛を公言しています。ジョニー・デップはマッカートニーが主催した2014年のグラミー賞のアフターパーティーに出席し、デップと当時の婚約者、アンバー・ハード。 マッカートニーとその妻ナンシー・シュベルが一晩中話し込んでいたと米情報筋が明かしている彼らはポールが帰る準備が整うまで一緒に食べたり飲んだりして4人組は一緒に帰りましたと情報筋は主張しているハードはワシントン・ポスト紙を通じて発表した論説でデップの家庭内や精神的虐待を告発したようでそれが2019年にデップから虐待を受けたと逆に反論された後、今年5月にビートルズのシンガーがデップへの支援を表明している シアトルで開催されたクライメート、プレッチアリーナでのマッカートニーのパフォーマンスの際、元ビートルズは公式ミュージックビデオから引用したデップの曲、マイ・バレンタインのギターを弾く映像を背景に流した。また、このミュージシャンは、デップがこの超人気シリーズに出演する最後となる、パイレーツ・オブ・カリビアン、デッド・メンテル・ノー・テイルズ、絵のカメオ出演の舞台裏でも、公然とデップを応援しています。ジョニーとは長い付き合いなんだ。 ジャックス・パロー役の彼をずっと尊敬していたんだとマッカートニーは映像の中で語っている。彼は次の作品にぜひ出てほしいと言ってきたんだ。僕は僕が海賊、それで彼は僕を出演させたんだ。素晴らしいことだ。とても気に入っているよ。さらに彼は過去に多くの好意を寄せてくれて、私のミュージックビデオにも出演してくれた。 2022年6月1日にデップがハードとの裁判で有利な結果を得た後マッカートニーはグラストンベリーフェスティバルでのパフォーマンスで、2012年のマイ・バレンタインのミュージックビデオからこの俳優のクリップを再び使用した。このクリップは10年前から使われていたとはいえ、この裁判によってデップを支持する人とそうでない人の間にさらなる分裂が生じたため、世間はデップの出演に葛藤した。あるコメンテータータは ソーシャルメディアへの投稿で女性を傷つける男たちに対するエイジングマルポックスターの連帯を示す全く求められていない無意味な賞と評しこう付け加えました。みんな嫌なやつらだ。また別の人は私の周りのみんなはそれがジョニー・デップなのかそうでないのか完全に困惑していたよと書きました。セットもこの議論をしばらく持続させるほどだった。また別のコメントでは ポールは女性ではなく、力のある友人を応援しているというメッセージだ、とシュへの失望を表明している。ポール、マッカートニーはもっといい男だと思っていたよ。しかし、デップ側に立った人々は、このパフォーマンスを感動的な連帯の行為と受け止め、デップをフィーチャーしてくれたマッカートニーに感謝の意を示した。ポール・マッカートニーとジョニー・デップが親友であることは、私にとってとても象徴的なことです。 ある支持者は書いていてますこのツイートは別のユーザーによる称賛の投稿を反映したものです。ポール・マッカートニーに指示を示すことを許可したグラストンベリーはよくやった。デック VS ハードの件は日々分裂と論争が続いており、今後、デックが出演するたびに、こうした相反する反応が返ってくることになりそうだ。以上、ジョニー・デックとポール・マッカートニーの友好関係を探るでした。 ワールドニュースをご覧になっていただきありがとうございます。2023年も掲載を続けますので、励ましのチャンネル登録もよろしくお願いいたします。